今回はディープニューラルネットワークの CPU、GPU、FPG 自装のご紹介をさせていただきます。本日担当させていただきますのが、私、マスワークスジャパンの町田と申します。本日1時間ほどですね、よろしくお願いいたします。 このセミナーのアジェンダになりますが、まず最初に弊社マスワークスのマトラボシミリンクによるディープラーニングのソリューションのおさらいを簡単にさせていただきたいと思います。その次にですね、マトラボコーダー g p u コーダーといった製品による CPU、GPU 実装、またディープラーニング HDL ツールボックスという新製品ですね、こちらによる FPA 実装の内容に入らせていただきます。 では、まず最初にディープラーニングのソリューションのご紹介になりますが、ディープラーニング医療分野ですとか、現場での検査、または自動運転の分野など、様々な領域での活用というのが広がってきているかと思います。マトラボはこのディープラーニングのワークフローを強力にサポートする環境を提供しております。 ただ、ま、トラボ、あの、アルゴリズムを開発するだけではなくて、え、こういった、例えば、顔の認識、表情の認識をですね、行うようなアルゴリズムを、え、ある、GPU のターゲットデバイスに実装するというところまでを、え、サポートできるような環境となっております。さらに、この実装に行くまでには、ま、データの準備、え、や、ま、モデリング、学習を行うところですね。 また、アプリケーションやシステムへの統合と、こういったフローを辿っていくことになるかと思いますが、この各項目について、弊社のソリューションのおさらいを簡単にさせていただきます。まず、データの準備に関してです。こちらは、いわゆる教師データ、学習用のデータを準備するところになりますが、ラベリングという作業が必要になってきます。弊社のママトラボの機能で、 ま、トラボの、えぇ、ディープラ、ま、トラボの各種ツールボックスで、ま、例えば画像へのラベリングですとか、画像以外にも、え天群、または、え一次元のセンサーデータや音声、えこういった、えま様々なデータの種類に対して、各々のラベリングを、行う、こう、ラベラーというアプリをご用意しております。また、え データをですね、そもそも用意するために、ハードウェアを準備しなければいけないとか、現実世界でなかなかデータをたくさん集められませんと、そういったケースにもですね、ご活用いただける機能としては、こちら自動運転のツールボックスで提供しているアンリアルエンジン連携という機能を使って、こういった仮想的な環境からデータを取得するんではなくデータを生成するといった、こういうところも ソリューションとしてご提案できる環境となっています。次に今、モデリングに関してですけれども、こちらもディープネットワークデザイナーというマウス操作でネットワークの構造を一から作ったり修正をするような機能というのがございます。 やはりネットワークの分岐や結合というのが大きくなってくると、コードだけでやりきろうとすると、なかなか難しいところあるかと思いますが、もうこう可視化をしながらですね、デバッグもスムーズに行えるような環境となっております。またこの環境、ネットワークを構築するだけではなくて、データの取り込みから学習までをマウス操作で行えるという機能拡張もされております。 ディープラーニング精度を上げていくためにはハイパーパラメーターの調整というのが必要になります。エクスペリメントマネージャーでは様々なパラメーターの組み合わせを一括実行して、それらの管理、比較というのをサポートしております。このような形でマトーラボで一からご自身のカスタムのアルゴリズムを作ることができるんですけれども、ディープラーニングの 領域になりますと、マトラボではないオープンソースの環境で、すでに学習などに取り組まれている方も多いのではないかと思います。マトラボ、統合開発環境ではあるんですけれども、そういった外部のフレームワークとの連携というのを取ることができます。例えば、ケラス、カフェの環境で学習させたモデルをマトラボの方にですね、インポートすることができますし、 他の TensorFlow ですとか PyTorch といった環境のモデルに対しては、オニキス形式を介してですね、マトラボの方に取り組む,取り込むということが可能です。また、こういった形で取り込んだディープラーニングなんですけれども、認識だけではなくて、例えば自動運転の分野ですと、 この認識した結果に、結果に対してですね、制御や判断のアルゴリズムというのを加えていくという作業も必要になってくるかと思います。シミュリンクはこういうディープラーニングによる認知とさらに判断、制御のアルゴリズムを合わせた統合的なシミュレーションへの行える環境というのを提供することができます。 さらに、このディープラーニング、構築したものは CPU、GPU、FPGA といったプロセッサーへのコード生成というのを行うことができ、様々なプラットフォームへ実装ということが可能です。本日の内容はこの実装に関する内容になります。それではトラボコーダー、GPU コーダーによる ディープラーニングの CPU、GPU 実装についてご紹介をさせていただきます。まずあの C コード化のハードルというところで、例えばマトラボによるベクトレンジャンでこういった計算をですね、やらせると、一行で書けるところがですね、これを C のコードで、特に CUDA の C で置き換えていきますと、GPU に 計算させるためのカーネルの作成ですとか、あとはデータのコピーと、そういった処理もですね、書いてある必要があると。GPU は非常に並列計算に向いて強力なハードウェアではあるんですけれども、やはりそれを使いこなすためには、専門の知識というのも必要になってきますし、手書きで手でですね、C のコードに置き換えていくという作業は、バグの混入ですとか、 え、こう、透過性の維持というのに、まあまあ、難しさがあるかと思います。また、えー、例えばディープラーニングもですね、推論の部分だけ行えればいいのかと。ここだけコード性、コード化できればいいのかという、そういうわけではなくて、今、あの、画面の動画で見ていただける、いただいている、まあ、ナットの、これ、異常検知のデモになるんですけれども、まあ、これをやろうとしたときには、 やはりネット部分の切り取りですとか、それをディープニューラルネットワークに合わせた形でのリサイズ、または異常箇所を可視化するような後処理とか、こういったものも全て含めて C のコードに置き換えていくという必要がございます。 さらに、組み込みの実装をどのような形でやっていいかというそのワークフローになるんですけれども、まず最初に高級言語の環境でアルゴリズムの確認を行っていくと。その次に各モジュールごとにコードのへの置き換えというのを行っていくかと思います。 さらにそれを全体のシステムとして C のコードに置き換えていってそこで問題がなければ実際にハードの方に実装していってパフォーマンスの評価というのを行っていくとこういった流れに大きくなるかと思いますがこのワークフローでの課題といいますと複数のライブラリを使っていたりですとかそれらの統合にするところですねとあとは各 このフロー間での透過性の検証というのも行っていく必要がありますし、そのターゲットデバイスによっては、ある特有の環境というのもありますので、環境をこう切り替えようと思ったときにですね、またその別の環境にこう慣れていただくという必要があるということで、簡単にハードウェアをこう切り替えられないと、そういった課題があるかと思います。 その課題を解決する、サポートするのが、マトラボコーダー、GPU コーダーという製品になります。こちらの製品は、ディープラーニングの推論の部分だけではなくて、前処理、後処理を含めた形での c のコード生成を行うことができます。また、生成されるコードは、この製品の中で最適化をした形でのコードを吐いてくれます。 さらに、今、右側にあるような GPU コーダーですと NVIDIA の環境、トラボコーダーですと Intel の ARM、ラズベリーパイとかですね、そういった環境、複数のターゲットへの実装というパスをご用意しているというところで、オリジナルのアルゴリズムを変えることなく、ターゲットを切り替えての実装というのにチャレンジすることができる製品になります。 さらに、先ほどの単体検証、統合検証、リアルタイム検証といったワークフローにそう,いうような形でですね、複数のビルドタイプでのコード生成というのにサポートしております。まず単体検証では今、Mex と書かれていますが、これはマトラボで実行可能なバイナリーの形でコード生成とコンパイル、ビルドを行うと、行えるものになります。 さらに、統合検証になりますと、既存の C のシステムの方に、ご自身で作られたアルゴリズムというのを統合していく流れになるかと思いますが、この際はライブラリの形でコード生成、ビルドをしてやって、それを既存の C のコードの中に埋め込んでいくというような使い方ができます。 また、ターゲットのデバイスを対象とした検証になると、クロスコンパイルされたライブラリの形でビルドをして、それをターゲットデバイスの方で、その C のシステムの中に組み込んでご実装というように、様々な実装形式に対応した形でのコード生成というのに対応しているというところになります。では、ここから実際のデモを使ってですね、 あの、今のフローを見ていただきたいと思うんですけれども、今回この1番から4番までやっていきたいと思うんですが、時間の関係上ですね、ちょっと3番の方は飛ばさせていただいて、1番、2番で最後に、ジェットソンの方にですね、実装すると、NVIDIA のジェットソン GPU ボードである、ジェットソンの方に実装するという流れをですね、実際に動画を見ながら追っていきたいと思います。 では、まず、機能確認になります。今回、実装の対象となるアルゴリズムになるんですけれども、こちらが、顔の検出というところを、トラボで合宿させた、よろ V2 のモデルで行っています。で顔の検出を行ったものを、中間処理を介して、表情の、感情の分類のところですね、 こちらはトラボではなく、ケラスの環境で学習させてある、学習済みのモデルを使って分類というのを行っていきます。でさらに後処理として、これらを画像内に結果を挿入すると、こういう流れのアルゴリズムになります。今画面の方で実際にコードを走らせていただこうと思いますが、 まず最初に、このインポートケラスネットワークという関数を使って、学習済みのケラスのモデルをマトラボ内にインポートします。インポートした後に、2行目にセーブという書いてありますけれども、これで読み込んだものをマトラボのファイルとしてですね、保存し直すという処理をここの最初のセクションでは行っています。はい。左側の方に保存されているで名前を 保存されているファイルがご確認いただけるかと思います。で次に今回サンプル画像の読み込みを行っていますが、まあ、複数人の人が写っている写真をまあ今回サンプル画像として使います。で、ここにですね、まあ、今 OpenCV フォーマットへ変換というのをですね、一つ行っているんですけれども、これなんで行っているかというと、まあ、今回ジェットソンへ実装する際に、まあ、ジェットソンにつなぐまあカメラ、 え、からの画像の取得は、ま、OpenCV を使っていこうと思っております。え、ですので、ま、OpenCV と、ま、トラボとの間で、画像の変換処理というのが、ま、必要になるんですけれども、ま、その部分を、ま、外で、え、C のコードで書いていただくこともできるんですけれども、あの、その処理、変換部分を、もう、ちょっと今回は、ま、トラボの中にですね、え、コードとして、前処理として含めてしまおうと。 ですので、想定する状態、条件として、OpenCV から測れる形での画像が入力されるというのを想定しております。ですので、ここで一度、トラボから OpenCV フォーマットへ変換を行っているというところになります。で次に、先ほど保存したものも含めて、2つ、顔検出のモデルと感情分類のモデルを読み込みし直します。 で、ここからですね、実際に今回、コード生成をしていく処理の内容に移っていきます。で、前処理としては、OpenCV の形できた画像を Matlab フォーマットに変換してやって、さらに、ヨロのモデルに合わせる形で画像のリサイズというのをここでは行っております。 前処理を行った画像に対して、顔の検出を行って、まあ、領域ボックスが出力として得られると。でこの領域に基づいて、顔の抽出というのをここでは行っております。6人の顔がですね、ちょっと暗いんですけれども、ちゃんと切り取られているというのを確認できるかと思います。 顔の抽出できましたので、ここからはこの1枚1枚の画像に対して、表情の判定というのを行います。今回ここにあります、7種類の判定を行っていくと。で、最後に、この結果を挿入して、また OpenCV の形でフォーマットの変換をし直しているというところになります。 ここまでがコード生成を今回行う処理の内容となります。最後、結果の確認もしておきたいと思いますが。はい。今見ていただいているように、6人の顔の抽出と表情の分類というのができているかと思います。 まあ、あの精度の問題とかは別にあるかと思いますが、まあ、これで一応アルゴリズムの確認はできたということにしておきます。次に単体検証というところになりますが、ここで実際にコード生成を行って、でこの段階ではホスト環境で検証を行っていくという流れになります。 で、ディープニューラルネットワークの部分に関しては、CUDENN、もしくは TensorRT の形で最適化されたコードに、コード生成を行いますし、名前処理、中間処理、後処理といったところも、c u d に最適化されたコードを生成いたします。 で、えっと、このフェーズで確認することはですね、先ほどのこの m e x c a というのを行っていく過程で、今回のこの処理が C コードに対応しているか、C コードを生成できるかどうかというのを確認していきます。で、できない箇所がある場合は、その部分を C コード生成な可能な形にコードの修正というのを行っていくと、行っていきます。 で、今ですね、修コード生成対象となる処理を、まあ、ここから関数化をします。え、コード生成は基本的にその関数単位で行うため、一度ここから、このリファクターという機能を使ってですね、関数化をしてみたいと思います。まもちろんこれをコピーして別ファイルで作っていただくというやり方でもいいんですけれども、 はい。あの、このマトラボのライブエディターというのでは、選択したところをですね、自動的にこう関数化してくれるという機能もありますので、ちょっとそれを使っています。はい。今見ていただいているように、先ほど内容がコピーされる形ですね。ただ、入力と出力の形は、ちゃんと整合性を取る形で関数化してくれますので、元のファイルの方も、結果変わらず実行することができると。 でここからコード生成可能な形にコードの修正をちょっと、えー、していくんですけれども、このパーセンテージとシャープとコードジェンという記述をですね、あの、していただくと、まあ、コードアナライザーが働いて、性的なコード解析というのを行ってくれます。で、今、ちょうど下のこのロードというところにですね、赤いこの波の文字が書かれていると思うんですけれども、まあ、今回このロードという関数はコード生成にはちょっと対応していないと。 いうので、ここを変更していく必要があります。ディープニューラルネットワークの読み込みには専用の関数がございまして、この Coder Load Deep Learning Network という関数を使って読み込ませることができます。で、えっと、今この関数実行されると、これ毎回毎回、1回の推論ごとに このモデル読み込むことになってしまいますので、え永続変数を使ってですね、えまあ空の時にはこう読み込みます、読み込んで、それをまあメモリの方には取っておくと。で、次にまた推論を行うときには、読み込み済みのものをですね、また再利用するというような、え今、処理を追加で書いていると。 はい。で、同じことを、えー、この感情分類のモデルに対しても、えー、コードを書いています。はい。で、ここまでで、まあ、とりあえず、えー、準備は終了したというところで、コード生成を行っていきたいと思いますが、コード生成には、コード生成のアプリがございます。え GPU コーダーというコマンド打っていただくと、今画面に映っているようなアプリを、えー、開くことができます。ここで、コード生成したい。えー 関数をですね、記入して打っていただいて、はい、コード生成をフローを進めていくんですけれども、ちょっとここで一つ問題が出てきていると。で、確認してみると、ま、これはエラーというよりは、ま、ワーニングになるんですけれども、ま、このモンタージュという、複数の画像ファイルを一括して表示する可視化の機能ですね、こちらコード生成でサポートされていないということですので、ま、これをコメントアウトして、 また保存すると。はい。そうすると、まあ問題見つかりませんとなりましたので、また次へ進んでいきます。次に、え入力の型を指定する、えして、えしていきますが、まあここは、そのターゲットファンクションを直接呼び出すことができますので、まあ先ほどのサンプルの画像を使った形で実行していくと、もうコーダーが、えまあこの実行からですね、 入力の型というのを自動的に推測してくれます。今回は U イント8の 480×640 というサイズですね。ここに関しては任意にお客様の値に変えていただくと変更は可能です。で次にさらにです、ね、詳細な問題の確認というのを行っていくんですけれども、ちょっと時間の関係上、ここは今回割愛させていただきます。 皆様のもとでは、あの、試していただければと思います。え、ここで、まあ、ビルドタイプになりますけれども、ビルドタイプとしては、ソースコードのみのビル、コード生成ですね。あとは、先ほどの Mex の形、各種ライブラリーと一番下が、まあ、実行可能ファイルと、この5種類の形での、え、え、コード生成というのを行うことができます。今回は、え、 単体検証になりますので、MEX の形を選んでいただくと。さらに詳細設定のところはです、ね、メモリに関する制約ですとか、あとはコードの外観の変更もできますしで、ここで真相学習というところを選んでいただくと、ターゲットのライブラリを、QDNN、TensorRT を選んでいただくことができます。 またデータ型で、例えばイン t 8型への量子化というのもライブラリに応じて切り替えることができます。設定終わったら生成というボタンを押すとコード生成が走ると。ちょっと今これ時間かかるので間飛ばさせていただきます。で終了するとビルドが成功しましたという、ねまあ、表示が出ると。これで Mex 化が終了しております。 メックス化が終わると、先ほどの関数名に、後ろにこうメックスというのが付いたファイルが出来上がります。ちょっと今画面戻ってしまいましたが、はい。で、このメックス化は、あの、もちろんマトラボで実行することができますので、まあ最初の関数にはこうメックスというのを付けていただいて、まあこれで実行させることができると。 これは、あの、マトラボではなくて、えー、生成したコードを、まあ、ビルドしたものが、えー、裏でちゃんと動いております。はい。では、あの、ここまでで単体の検証できましたので、まあ、処理がちゃんとコード生成できるというところまで確認することができました。で、えー、これをですね、まあ、最後は、え、組み込みデバイスの方に、こう、実装していくという流れになります。 で、実装する前にですね、統合させるためのメインの C のコードというのを準備していきますで。今回もあらかじめ記述済みのものを用意してありますけれども、これは何やってるかというと、またにこうカメラと接続して、そこから1こうマイフレームマイフレーム画像を取得するという部分が C のコードで書かれています。で、重要なのはですね、ここの部分ですね。 はい。ここが、今回、コード生成するものがですね、ここで実行されると。で、入力の画像に対して、出力が、出力を、出力が出るというような形で、メインの、メインの C コードの中に取り込んでいくという形になります。 で、次に、今この動画では、トラバーウ Windows で走らせていて、ターゲットの j e t s o n は Ubuntu で動いております。で、まあ、Ubuntu の方のですね、OpenCV のリンカーというのも指定する必要がありますが、これもこのトラバー上で任意に指定することができます。で、まあ、この指定の、リンカーの指定をしていただいた後に、また再びアプリの方で、 今度は先ほどは Mex だったんですけれども、これを実行可能ファイルというのを選択していただきます。今回ですね、ハードウェアボードのところで、この NVIDIA のジェットソンをこう選んでいただきます。この項目なんですけれども、無料の NVIDIA 用のハードウェアサポートパッケージというのをご用意しております。 で、そのハードウェアサポートパッケージを使うと、ジェットソンとこのドライブに向けたですね、あの、コード生成をできるように、できるようになりますので、まあ、この項目が増えると。で、今回はジェットソンの方を選んでいただいてで、さらにこのハードウェアの項目を選んでいただくと、えー、IP アドレスとユーザーネーム、パスワードを指定するエラーがありますので、まあ、ここでネットワーク上につながっているジェットソンのものを指定していただくと。 あとは、ライブラリの設定も行っていただいて、これで、そうですね。最後にカスタムコードのところで、先ほどのメインの C をここで登録することができます。で、ここでメインの CPP のファイルを指定していただいて、これで準備が終わって、最後に生成のボタンを押していただくと。 そうすると、アルゴリズムの部分、コード生成して、さらに先ほどのメインの C のコードと合わせて、ジェットソンの方に転送で。さらにビルドの指示をトラボからすべて行うことができます。はい。で、これで実行ファイルがですね、あの、もうジェットソン側に出来上がビルドされているという状態になっていますで。ちょっとこのレポートの表示点出てるんですけれども、これもちょっとどういうものかと確認したいと思います。 はいこの機能はですね、今ご覧いただいているように、生成したコードを確認することができます。さらにコードのトレースという機能を使いますと、マトラボの関数に対しての生成されたコードとの位置関係、対応関係というのをですね、確認することができますので、例えば今、マトラボの方で感情分類の 推論を行っているところが、ちょうど、クーラーのコードで言うと、この部分になりますよというのが、パッと見てわかるというような機能になります。はい。最後ですね、実機による検証を行います。ハードウェアサポートパッケージを使いますと、ジェットソンと接続することができますので、えー、例えばこう動画ファイルとかをですね、 すみません。はい。あのー、こう転送して、でさらに、えー、コマンドを打つ、リモートで打つことができます。で、今、ジェットソンの方に実装した結果ですね。まあ、これはもう完全にスタンドアローンで動いております。ターゲットの実装方法なんですけれども、まあ、今回はアプリによるコード生成と実装をご覧いただきました。 もちろんこれをですね、スクリプトの形で実行することもできます。ただ1からこれスクリプト作るのはなかなか大変ですので、実はそのアプリの方にですね、設定した項目に応じてスクリプトを自動生成するという機能がありますので、最初はアプリで実装を試し、コード生成を試していて、スクリプトを生成して、何回も繰り返す場合にはスクリプトの方を変更する形でコード生成というのを行うことができます。 さらに、あの、ハードウェアのアクセスに関してですけれども、サポートパッケージの方で、例えばジェット層の環境につないだカメラから画像をトラボの方に送っていくとかですね。あとは、この真ん中の方は今回ご紹介したスタンドアドローンのアプリケーションとして実装する。これ以外にも、エンベデットコーダーといった製品と組み合わせると、プロセッサーインドループ検証。 あとは、シミリンクの方では、エクスターナルモードでの実行というのもハードウェアサポートパッケージでサポートしております。はい。次に、この GPU コーダーの新機能、今最新機能についてのご紹介になりますが、 やはりメインのハイライトとしては、このシミリンクからですね、クーダシーのコード生成というのに対応してきたというのところがございます。現状はマトラブファンクションブロックのみなんですけれども、徐々に対応ブロックを増やしていく予定です。あとはハードウェアサポートパッケージの中にも、 シミニックブロックとして NVIDIA の周辺カメラとかと接続するブロックが追加されているのと、先ほどご紹介したエクスターラルモードというのもサポートしてきております。またディープラーニングのネットワークをシミニック上から読み込むブロックというのも追加されております。 というところで、シミリンクから GPU コーダーを介して、例えばシミュレーションの高速化というのと行うことができますし、またシミリンクモデルをジェットソン、ドライブプラットフォームへ配布というようなことができるようになってきました。やはりシミリンクを使う利点としては、 今これ自動運転の例になりますけれども、こういった認識のアルゴリズムだけではなくて、センサーフュージョンですとか、判断、制御といったものも全て統合した検証というのが行うことができると。これがですね、今回シミリンクのディープラーニングのシミリンクへのコード生成というところに対応してきたので、よりスムーズに行えるようになってきております。 今回、このレーンの検出をですね、2つのレーン検出と車両の検出を行うアルゴリズムが働かせて、今ご覧いただいているような結果を得ているアルゴリズムがあるんですけれども、これをシミリング上で組むためには、そのディープラーニングを読み込むためのブロックというのをご活用いただけます。 でさらに、空団の行動の形で生成を行うことができますので、シミュレーションの高速化を行うことができると。この機能に、新機能について、実際にデモの動画をお見せしたいと思いますが、このモデリング、モデルセッティングという項目にですね、新しく GPU アクセラレーションというチェックボックスが入ってますので、ここをチェック入れていただいて、 で、ライブラリを QDNN もしくは TensorRT のライブラリを選んでいただくと。で、これで実行していただくと、このディープニューラルネットワークの部分を GPU コーダーがコード生成をして、GPU で実行可能な形でシミュレーション、シミュリングの方でコンパイルすることができます。 でさらには、まあ、これで検証を終えた後には、あの、実際に、このジェットソン、に向けた実装というところも、あの、同様に、シミリンク上から行うことができます。こちらは先ほどの、あの、アプリとですね、まあ、ほぼ、同じような、ものと考えていただければと思うんですが、 対象のハードウェアを選んでいただいて、また IP アドレス、ユーザー名、パスワードというのを指定していただくと、指定していただいて、あとはビルドもですね、ビルドのみ行うのか、実行まで行うのかというのを選択することができます。最後にこビルドデプロイアンドスタートというボタンを押していただくと、 GPU コーダーがネットワークの部分はコード生成をして、今見ていただいているのは、このアルゴリズムの処理自体はジェットソンの方で行っています。その結果をまあマートラボの方でこう確認するというような形でまあ実況を踏まえた検証というのを行うことができます。また、LVDM 系のペののリフェラルのえまあシミリンクのサポートと。 いうところになりますが、こういったカメラとかですね、表示系のシミュニッのブロックというのもサポートパッケージの方でご用意しております。で、ここまでコード生成の機能をご紹介しましたが、やはり1から全部コード生成するよりは、だいぶ手作業が減るかなというところは、 感触掴んでいただけたかと思うんですけれども、とはいえ、パフォーマンスはどうなんですかという話は必ず出てくるかと思います。パフォーマンスに関してですが、画像一枚に対する推論速度の比較になります。もちろん結果はですね、ネットワークの構造などにもよるんですけれども、レスネット50というネットワークで NVIDIA のタイタンで テンサーフローでの処理結果と GPU コーダーを使ってコード生成をしたものとの処理の比較したんですけど、したものなんですけれども、良い結果が出ているかと思います。また、これは QDNN と TensorRT のライブラリを切り替えた際の推論の速度の比較になります。QDNN と TensorRT、あとは一番右側の方になりますと TensorRT と、あとはこちらは INT8 型の 量子化を行った際のの速度の四角ですね、はい、やはりまあインと8型使うと速度が高速になるというところで、まあ、処理スピード求められる処理スピードによってやはりこうライブラリーを簡単に切り替えられるというところは使いやすいところかと思います。 では、あの、こういう性能をまだなぜ、この GPU コーダーを出すことができるかと言いますと、あの、各種最適化のアルゴリズムというのを活用しております。まあ、複数あるんですけれども、まあ、3種類ほどこの中から、ピックアップさせていただきますが、まず最適化ライブラリを用いたコード生成というところになりますが、i インテルですと、真相学習用のマスカーネルライブラリ、 NVIDIA の場合は RT、TensorRT, c d n n ARM ですと、Compute Library という、深層学習のライブラリを使った形でのコード生成を GPU コーダーは行います。また、他の数値演算処理に対しても、これ最適化されたライブラリを使う形でのコード生成を行います。 また今左側にあるような分岐と結合があるネットワークなんですけれども、この部分もですね、あの、可能なところはまとめて処理をまとめるというようなことを変換を行います。いわゆるレイヤーフュージョンと言われる処理なんですけれども、これを行うことで、メモリーとかの節約ですとか、あと計算の演算の高速化というのを 見込めますでさらに各層での出力が今バッファー ABCDE と並んでいますがここから他の処理に影響しないところに関してはなるべくバッファーをこう再利用するというような形でメモリを節約していくということもですね行いながら行動生成を行います。 はい。あとはですね、まあ、GPU ですと、まあ、画像処理系、まあ、フィルターの演算では、あのステンシル演算というのを行うことができます。GPU コーダーは、いわゆるそのフィルター処理を行うようなマトラボの関数に対しては、自動的にこのステンシル演算を行う形でコード生成というのを行ってくれます。 また、マニュアルで、これらを指定することもできますので、ご自身で何か同じようなフィルターの処理を作られた場合には、この GPU コーダー、ステンシルカーネルというコマンドで、ステンシル演算を適用させることができます。はい。こういった最適化のアルゴリズムを使うことで、高いパフォーマンスを出しているという製品になります。はい。 では、あの、ここまで CPU、GPU に対する内容でしたが、やはりですね、レイテンシーですとか、電力効率とかを気にされている方ですと、FPA 実装という、FPA 実装というところも視野に入ってくるかと思います。今、R2020B ではディープラーニング HDL ツールボックスという新製品でディープラーニングの fpa 実装というところをサポート、開始しております。ディープラーニングを fpa 実装する際の課題なんですけれども、ま今、今回、こう、一例として、今、右上の方にあります、このナットの傷を検出するような、検査アプリケーションというのを、まぁ、ディープラーニングで組んでやって、それを fpa 実装していこうという、まあの、一つ、こう、ケーススタディ、ケースを考えていきたいと思います。 まずシステムエンジニアの方でカメラの使用、精度、冷電し、消費電力という使用をまとめていくかと思いますが、これに基づいてディープラーニング開発者の方はモデルを構築すると。一方、ハードウェア、ソフトウェアエンジニアの方は冷電しとか消費電力をですね、あのを考えながらハードウェアの方に実装していくということになります。 ただですね、まあやはりここで精度を保ちつつ消費電力も抑えていくというのはですね、大変難しいということで、こういった厳しいシステム要件を満たしながら実装するというのはですね、非常に難易度としては高い作業になってくるかと思います。例えば、アレックスネットと呼ばれる著名なコンボリューショナルニューラルネットワークを例に挙げさせていただきますが、 この一層目の部分を見ていただくと、入力画像としては 224×224×3 チャンネル。で、さらにこれに対するフィルターですね。まあ、重みの部分が 11×11×11 11 11の3チャンネル分。で、これが4ピクセルごと縦と横にこうスライドさせていって、で、それから1個1個得られる結果をまとめると、55×55、まあ55のアクティベーションを得ることができます。 さらにこのフィルターが96個並んでいるというのがこの一層目の処理になりますが、じゃあこれが単精度をですね、考えたときに、どのぐらいのリソースを送ってしまうかというと、これをまあおおよそですね、概算していくと、フィルターの重みでまあ約140キロバイト、活性化ソの出力で約1メガバイト、セキ演算の部分でまあ約 1億回ですすかねのの計算というのが必要になってきまさらにこれが1層目になりますのでこれを全体を見ていくと重みのデータ量としては230メガバイトになるとこれは FPGA では外部の記憶容量のところに 保持していく必要がありますのでやはりですね、かなりこれらとリソースを食っているというので、なかなか実装しても、ですね0点支援の影響が出てきてしまったりですとか、とてもじゃないですけど、検査に使えないとかですね、まあ、そういう要求、また、要求が出てくるだろうと。じゃあ、これをです、ねまあ、解決するときに何をしていくかというと、やはりこう最適化というのが必要になってきます。 ここでいう最適化というのは、例えばネットワークとそう見直していくとかですね、あとは固定不動小数点ではなく、単精度ではなくて固定小数点化していく、量子化していくというような方法ですとか、場合によってはハードウェアのアーキテクチャを調整するというようなことが考えられるかと思います。で、ただですね、ディープニューラルネットワークにおいては、やはりネットワークとの と、層の見直しを行っていくというのと、量子化という効果はですね、まあ、かなり大きいとまあ考えられます。 というところで、あの、データの準備からモデリング、システム設計を行って、こう実装というのは流れがあるんですけれども、まあ現実にはですね、これ左から右に一回やって、えー、うまくいくということは、まあほぼなくてですね、やはり実装してみて、えー、うまく、えー、要求満たせないというので、まあ、ネットワークを見直すというような、こういう繰り返しの、まあ、実行と改良というのが、まあ必ず出てくるかと思います。えー ですので、この実行と返良をですね、繰り返しの実行をいかに効率よくこのサイクル回していくかというのが重要になってきます。これをサポートするのが新しい製品、Deep Learning HDL Toolbox という製品になります。この製品では FPGA 上でネットワークのプロトタイピングを早期に行えると。 でその中でメモリ使用量、0定し、精度というのを、まあ、ネットワークをですね、変えたり、量子化を行ったりする中で、素早くですね、プロファイリングの解析、プロファイルの解析というのを行うことができます。 さらに、ディープラーニングの処理部分を HDL コード生成を行うことができて、これらをマトラボ化の環境で全て完結することができるというのが、この新しい製品の主な特徴になります。 では、マトラボから FPGA にネットワークをプロトタイプ実装するというところをもう少し詳細にご紹介していきたいと思いますが、こちらはもう HDL の知識不要で行うことができます。で、マトラボコードからですね、FPGA の実装を行うことができて、ただ、画像データはマトラボから FPGA 転送すると、あくまで推論の部分だけを FPGA の方で内で処理させるというようなものになります。 もう少し具体的に言いますと、ハードウェアサポートパッケージというのをですね、またこれ、このプロタイピング用に用意しておりまして、でここで各種 FPGA ボード向けのビットストリームを提供しております。でその種類としては、i n t 8型、シングル型をですね、今下に書いてある z i l i n x の ZCU102、706、アリア 10A 用におのの用意しているというものになります。 ですので、プロトタイプ、タイはこれらのターゲットを、ターゲットを対象として行うことができます。実際にはですね、このビットストリーム、まあ、あの箱のようなものをですね、こうこサポートパッケージでは え、提供しておりまして、さらに、この箱に対して、マトラボの方から、ご自身で作られたレイヤーの、レイヤーの構造の情報と、重みの情報というのを渡してやることで、プロトタイピングを行うというような機能になります。では、実際にこれのデモをお見せしたいと思うんですけれども、 今この動画では、あらかじめ学習済みのモデルというのを今取り込んでいます。総数としては、総の数としては25層ですね。はい。レイヤーに25層のレイヤーがありますが、FPGA の方で、まあ、前処理と後処理はマトラボの方で行って、このシールの部分だけを FPGA で行わせるというものになります。 最初にターゲットですね、データ,タタイプというのを指定してやって、ここでコンパイルというコマンドを打ってコンパイルを行って、デプロイというコマンドで FPGA の方にこのプロトタイプをデプロイしていきます。今このアロケットスペースというところで必要なメモリサイズというのが確認できます。 でさらにデプロイをしてやった後に、マトラボの方からテストの画像を送って、実際にそれの実行をさせることができますで。実行結果だけでなくてですね、プロファイルの情報も取得できまして、 できまして、今、これですと、まあ、フレームレートとして 18fps というところで、まあ、なかなか、えー、検査装置として使うにはですね、ちょっとスピードが足らないなというところになるかと思います。はい。えー、ですので、これをまあ高速化、まあ、最適化していくことになるんですけれども、まあ、ここでディープラーニングの設計者とシステムエンジニアの方で、えー、ちょっとこう相談をしたところですね、えー、実はこの ナットの画像。この背景はほとんどあんまりですね、変わらない。こう,う単調な画像でしか入ってこないということがですね、まあ、新たにこう発覚し、して、わかってきたと。はい、えー。そうするとですね、まあ、ディープラーニングのネットワークもそんなに総数なくても、えー、精度、えー、維持できるんではないかと、えー、と、まあ、想像をつくわけですね。で、まあ、この情報をもとに、まあ、ディープラーニングの設計者は、また、ネットワークの構造を変えて再学習というのをかけていきます。 ネットワークの修正には Deep Network Designer というアプリをご活用いただくことができます。これはネットワークをアプリ内に読み込んで、ネットワークを作ったりですとか編集をできる機能なんですけれども、先ほどの25層のネットワークを今読み込んでいます。 これに対して、ちょっと総数を今回削りたいので、真ん中の部分をですね、選択して削除していきます。削除した後のネットワークを再度結合し直して、ネットワークの修正を完了というところになります。これをエキスポートをして、また え、ま、トラボの方でこのネットワークを使って再学習をしていくことができます。今回この例では、再学習をしたものをですね、また改めて読み出していますが、総数が25層あったものから12層に減っているのが確認いただけているかと思います。読み込んだネットワークに対して、 また、え、対して、ま、コンパイルと、ま、デプロイ、え、と、ま、プロトタイプ実装というのをまた実行していきます。はい。で、え、プロファイルの結果というのを確認してみると、はい。え、先ほど 18fps だったのが、ま、45fps まで改善したというのを確認できました。 ここからさらに、ネットワークをコンパクトに最適化を行っていくというところで、量子化というのを行っていきたいと思います。もともと230メガ、これが単精度32ビットのものになりますが、まあ、例えばこれをイント8型に量子化することができれば、まあ、単純に、容量4分の1にすることができるのではないかと。さらに、データの データビット数が32ビット元々あったものが8ビットにすることができれば、並列化というのも見えてくるかと思います。実際にこの量子化を行うときにですね、ご活用いただけるアプリというのもございまして、それがディープネットワーククオンタイザーというアプリになります。これを開いていただいて、先ほどのネットワークを取り込んでいただくと。 でさらに、キャリブレーション用の画像データを用意していただいて、まあ、それを実行させると、今表示されているのがですね、まあ、各アクティベーションとかのヒストグラムを示しています。でさらに、青い部分は、量子化を行った際にですね、もう一度戻しますが。はい。量子化を行った後の範囲を示していると。 で、さらに、バリエーョン用のデータを読み込んで、量子化とその検証というのを実行していただくと、ネットワークの量子化を行って、かつ、精度の方がですね、どのぐらい劣化しているのかというのも一緒に確認いただくことができます。問題がなければ、これでエキスポートとしていただくと、量子化を行ったネットワークがトラボの方にまた戻ってきてですね、 これを使って、ま、再びプロトタイプを、ピングを行うと。はい。メモリ用も、ま、68メガまで減っているのが確認できています。さらに、これ実行させたプロファイルの結果を見ていくと、はい。どのぐらいですかね。はい。139fps まで改善することができたと。 はい。ということで、まあ最初は 18fps 140MB だったところが、まあネットワークの層の見直し、量子化の最適化を行うことで、まあ最終的に 139fps 68MB まで最適化することができました。で、できたものは、ここからですね、実際に HDL コード生成というのを行っていきます。 え、HDL コード生成を行うには、え、HDL コード生成を行うためのですね、HDL コーダーという製品がございますので、こちらの方と合わせてご活用いただくことになります。先ほどのプロトタイピングですと、え、ザイリンクスとインテルの限られたボードでの実行ということになりますが、こちらの HDL コーダーで生成するカスタム,カスタムの ディープラーニングの IP コアというのは、あらゆるハードウェアに向けてお使いいただくことができます。で最後になりますが、HDL HD コーダーとですね、また下の方にある、例えば画像とか、中心形に特化した HDL コード、生成可能なシミリンクブロックというのも製品としてご用意しております。 例えば画像処理をやりたいという場合には、この Vision HDL ツールボックスで、例えば前処理とかですね、後処理とか、そういったところをですね、サポートすることができるかと思いますので、やりたい分野に合わせて、さらにこういった製品もご活用いただけるかと思います。 はい。といったところで、本日は、最初のデモの方で、トラボで学習させたもの、また、Keras で学習済みのモデルを取り込んで、それを GPU 実装するというところをお見せしました。で、最後,で,最後ですね、FPGA の方の実装に関する新製品のご紹介もさせていただきました。 また、ディープラーニングもトラボだけでなくてですね、趣味リンクの環境でもコード生成に対応してきておりますし、FPGA に関しては、プロトタイピングと、また量子化のアプリといったところをですね、ご紹介させていただきました。本日は非常に概要のご紹介にはなってしまうんです。 たんですけれども、あのより詳細なですね、えー、説明とか聞きたいという場合にあのぜひお問い合わせいただければと思います。はい、えー、本日の、えー、スライドの内容は以上となりますが、まあ、ここから、えー、Q&A のセッションに入らせていただきたいと思います。はい、えー、今一件はい、えー、ですねありますが、はいあのアドオン先ほどのハードウェアサポートパーク パッケージは、どこから、どこからインストールすれば、インストールできるでしょうかというようなご質問ですかね。はい。えっとですね。マトラボのちょっと画面を開かせていただきますが、あの、まハードサポートパッケージや、まその他のアドオンというのがですね、まマトラボの、ここのアドオンというところ、こちらの方からですね、 こちらの方を押していただきますと、あの、アドオンを検索できる画面が出てきますので、まあ、ここで、まあ、例えば NVIDIA とか、まあ、そういうのをここで打っていただけると、まあ、それに関連する製品というのをお探しすることができます。 はい。えあと、次の質問ですね。え FPG 実装のプロトタイピングはどんなネットワークでも可能か、できるでしょうかというようなご質問です。はい。ちょっとこちらに関しては、あの、スライドがありますので。 すいいまません失礼たたしました、はいあのー、今あのディープラーニング HDL ツールボックスのほうで、えーまあ、プロトタイピングのほうで対応しているのが今、この ZILINX と Intel、Aria10、まあ、アアとなります。で、HDL コード生成に関し IP 生成に関しては HDL コーダーと一緒にです、ねまあ、ご活用いただく形で、まあ、カスタムボードへの対応というのは行うことができます。 で、えっ、ー、と、また対応レイヤーをですね、今現状、え R2020B では、今ここに書いてあるような、まレイヤーのみというところになりますが、ま今後、拡充していく、ま方針ではござい、あります。はい。ですね。はい、あ、えー、あとは、 はい。1ビットの量子化には対応していますかというご質問ですが、はい。あの、まあ、答えとしてはですね、まあ、現状は、1ビット、え、え、イント8型の量子化のみの対応となっております。はい。えー、まずですね、お一人から、えー、FPG、FPGA の DL の実装に関して、 副社製の SOC には GPU が載っているデバイスがありますが、その利用、運用はできるのでしょうかという質問ですね。はい、ちょっとですねあの状況に応じてあの、ちょっとケースバイケースのところあるかもしれないんですけれども、まあ、GPU へのご実装となると、まあ、そこの部分は、例えば GPU。えー そうですね。まあ、GPU の、えー、GPU コーダーに関しては、現状ですね、NVIDIA さんの先ほどのク、えーリ、えー NN、TensorRT のライブラリーでの、えー、を使った形でのコード生成になります。で、えー、もう一つあの、今回ご紹介は中出てこなかったんですけれども、ARM の、ARM AR コンピュートの、えー、ARM のですね、マ、ま、リ、あの GPU であれば、えー、コードを実装するということは、GPU コーダーの方でサポートしております。 はい。ちょっとこちら、今ので回答になっていますかね。あの、もし、あの、もう少しですね、詳細と、あの、聞きたいというのであれば、あの、別途ですね、メールといただければ、あの、改めてご紹介もできるかと思います。はい。FPG 実装後に SOC の PS 側で実行するアプリは、マトラボコーダーから作成できるという認識で合っていますかというご質問ですね。あ はい。そうですね。あのー、こちらも、はい。あの、CPU 側で処理する部分に関しては、マトラボコーダーで書いたコードを載せることもできますが、まあの、HDL コード生成を行う際にですね、シミリンコーダーと、あと、エンベレットコーダーという製品を使って、その C のコード生成というのも行うことができますので、 はい。あの、認識としては、合っているかと思います。はい。えもう一つですね、え質問、えが入ってきていますが、FPGA Deep Learning Toolbox について、今回のデモのように、画像データをマトラボから評価ボードに転送する場合でも、Vision HDL Toolbox が必要ですかというご質問ですね。 はい。あの、Vision HDL ツールボックスが、ま、あの、絶対に必要かというと、ま、そういうわけではないです。えただ、ま、あの、例えば、こう、リサイズとかですね。ま、そういうのが、あの、必要な場合には、あの、このツールボックスをお使いいただくと、あの、ま、簡単ですよということになりますね。あの、ない場合は、ご自身で、その部分をシミニクブロックで、え組んでいただければ、はい。あの、それを実行させるということは、あの、もちろん可能です。 でまたですね、あの、ちょっと、えっ、ー、と,と、このマトラボのまあヘルプのドキュメントというのもございまして、ま、あ例えばディープラーニング HDL ツールボックスのところ、選んでいただいて、このイグザンプルというのを開いていただくとですね。ですね、これがいいですかね。はい、あの、これはあの HDMI を介してまあ画像を取り込んで、 そこから、このある範囲を、なんかこうマウスです選択範囲を指定すると、そこにあるのがボトルとか、そういう分類を行うような、こういったデモなんかもございますので、ツールボックスを使うという場合には、ま,まずこういうエグザンプルを参考に最初にの特化会にすることもできるかと思います。 はい。えー、まだ、あの、いくつか質問が、えー、ございますが、あの、そろそろ、えー、お時間が、えー、お時間がだいぶ過ぎてしまっておりますので、えー、はい。あの、最後ですね、改めて、えー、アンケートの方へのご協力もいただければと思います。えー、またですね、もっとご詳細を知りたいという場合には、あの、お問い合わせいただければ、改めて、詳細のご紹介をすることもできますし、まあ、追加のご質問とかがあればですね、またそれも、えー、メールといただければと思います。 はい、えー、本日のセミナーは、ま、これで、えー、終了とさせていただきます。